山縁五作は、ケシしキケマ満足の多年層。別名、ヤブ縁五作、ササバ縁五作。地下に、計1センチメートルほどになる球形の海径がある。海径から5センチメートルほど伸びた位置に、卵上皮身型で、長さ1.8センチメートルに、無、うん、ある鱗片葉がある。茎は高さが10から20センチメートルになり、臨辺用の脇には、小球芽がある。 葉は2にから三回産出服用となり、傭兵があり、小葉は卵円形から非新型になり、先は三から四列する。商用の数や形状に変異が多い。下期は四から五月。相乗過剰に五から十個の花をつける。小花柄の基部のツトは、皮脂状卵形で先が三から五列しており、近縁種のエゾエンゴ五作や乙女縁五作のツトが、全縁となるので区別できる。果敢は、 一方が神経のように開き、その反対側がまっすぐに伸びるか、やや湾曲した長い筒型の巨となり、長さは15から25ミリメートルになる。果敢は青紫色から赤紫色になる。果実は果てで長さ10から15ミリメートル、幅4から8ミリメートルになる。好皮神経、または狂乱形になる。春先に花を咲かせ、 落葉紅葉樹林の若葉が広がる頃には、地上部は枯れてなくなり、その後は翌春まで、地中の地下茎で過ごすスプリングエフェメラルの一種。日本では、本州、四国、九州に分布し、樹林地、草地、沢沿いなどに生育する。世界では、朝鮮半島、中国大陸に分布する。別名のヤブエンゴ作は、ヤブエンゴ作の意で、ヤブに生えるから、 笹葉縁護ン作は、笹葉縁護ン作の意で、変異の多い葉のうちの一型で、列片が細い線状大円形のものを言う。種商名リニーラロバは、線形の列片の意味。ありがとうございます。